友達が歴史とか勉強する意味ねえよ、過去じゃんと言ってきた。僕は迷わず彼の右頬をぶん殴った。友達は半泣きになりながら、何すんだよと叫んだ。僕はもう一度拳を振り上げる。とっさに防御の姿勢を取る友達。拳を下ろしながら僕は言った。そうやって防御できるのも過去を学んだおかげだろうが。はっと何かに気づいたように、友達は涙を流し謝ってきた。僕は適当なことを言ったのに、なんこいつ泣いてるんだと思った。銀行で窓口業務をしている親戚の話。ある日おばあちゃんが新規口座開設に来たので、4桁の暗証番号を決めてくださいとお願いしたら、えらく悩んでいた。なかなか決まらないので、おばあちゃん明日でもいいから決まったら教えてねと言って、その日は帰ってもらった。次の日おばあちゃんがやってきた。一晩悩み暗証番号を決めたその顔はなんだか誇らしげに見えた。持ってきた申し込み用紙にはどんぐりと書かれていた。前夜のおばあちゃんの苦悩の様子が頭に浮かんで、笑いたくても笑えなかったそうです。俺の親父、4年ほど前小学校の同窓会に行ってきたのだが、クラスメートの顔を全然覚えておらず、名前もほとんど忘れていた。とりあえずはしゃいだふりして、久しぶり、名前なんだっけ、ああとふざけた素振りで名前を聞き出したそうな。なのに名前を聞いても全然記憶と一致しない。その後酒飲んで料理食って、担任だったであろう老人にビールついで、本当にお世話になりました、今でも尊敬していますって涙を流し、最後に記念撮影してから短い三次会。翌日知ったのだが、同窓会は次の週、つまり同じ場所で別の日にちに行われた。全く無関係の同窓会に飛び入り参加し、語り合い涙を流し、記念写真まで撮ってきやがった。初めて父を尊敬した。立ち食いそば屋とかラーメン屋でよくあるんだけど、例えばそば屋でそば頼んだら、こっちの食べてるものを隣でじろじろ見たりするおっさんいない。自分の注文がまだ来てなくて隣の注文を見ちゃうのは、まあわからんでもないが、なんでじろじろ見るかな。言葉悪いけど、そういう人はそれなりの身なりをしているものだね。あるある。この前も自分のそばが来た時に隣のおっさんがこっちを見てたから、メンチを切りながら七味の瓶を取ったら、おっさんがさらにじろじろ見上がるので、おっさんの目から1ミリも視線を外さずに七味を振りかけてやったよ。あまりにたくさん振りかけるので、おっさんが驚いた顔をしたので、うん、今日はこのくらいにしてやるよと、ゆっくりと自分の紬に目線を戻したら、爪楊枝が山盛りになってた。小さい男の子を連れた母親と和服を着たさささとしたおばあさんが駅のホームで話していた。会話内容からして息子夫婦のところに姑が久しぶりに訪ねてきたらしい。子供は照れているのか母親の陰に隠れ、ドラゴンボールの悟空のぬいぐるみをいじってばかりで、おばあさんが話しかけても恥ずかしそうにするだけだった。そしたらおばあさん、何を思ったか突然シャドーボクシングみたいな動きをしつつ、子供の周りを軽快に回りながら、おっす、オラママよろしくなと叫んだ。その瞬間、私の横でベンチに座っていたリーマンが勢いよく鼻からコーヒーを吹き、目の前に置いてあったおばあさんのトランクをコーヒーと鼻水まみれにした。おばあさんの突然の行動と鼻水とコーヒーを垂らし込みつつ謝りまくっているリーマンの姿に、少し含めた周囲は爆笑。おばあさんは孫が笑っているのを見て嬉しかったのか、心よくリーマンを許す。なんか和やかな雰囲気で3人で去っていった。ある田舎町で結婚50周年を迎えた老夫婦に地元の新聞社がインタビューした。50年間も結婚を続けてこられた秘訣は。すると夫が昔を振り返って懐かしそうに答えた。わしらは新婚旅行でメキシコへ行ったんじゃ。そしてロバを借りて2人で砂漠をのんびりと歩き回った。すると妻の乗ったロバが急にガクンと膝を折り、妻は落ちてしまったんじゃ。妻はいつというと何事もなかったようにロバに乗り、再び散歩を続けた。するとまたそのロバが急に膝を折ってな、妻はまた落ちてしまった。妻は二というとまた何事もなかったようにロバに乗った。そして三度目に落とされた時、荷物の中からリボルバーを取り出してロバを撃ち殺してしまったのじゃ。わしゃびっくりしてな、いくら何でも撃ち殺すことはなかろうと妻をひどく叱ったんじゃ。そうしたら妻が言ったんじゃよ。なんて。1ある男が床屋で理容師に言った。見ての通り俺は頬がこけてるからひげが擦りづらいだろう。すると美容師は引き出しから小さい木製のボールを取り出していった。お客さん、この玉を頬の内側と歯茎の間に入れてごらんなさいよ。男が言われた通りにすると擦りづらかった方が綺麗に擦れた。片方の方を擦り終わると男はボールを口から出しツルツルの方を撫でながら言った。
こらいいや、こんなに綺麗にすれたのは初めてだ。そうでしょ、今度は反対側の方に入れてくださいな。男は言われるままにボールを口に含み、ボゴモゴと尋ねた。ところで親父さん、もしこのボール間違って飲み込んじまったらどうなるんだ。ははは、それなら大丈夫でさ。美容師は笑いながら答えた。他のお客さんみたいに次の日に返してくれれば結構です。アメリカ人、日本人、ロシア人の3人がサウナに入った。しばらくすると、ぜんピーピーという音が鳴り出した。アメリカ人が肘のあたりを押すと、その音は止まった。日本人とロシア人が機嫌そうにアメリカ人の顔を見ると、アメリカ人は言った。これはポケベルなんだ。皮膚の下に埋め込んであるんだよ。しばらくすると、今度はプルルルプルルルという音が鳴り出した。日本人が手のひらに耳を当て何やら話している。話し終わった後で、アメリカ人とロシア人が機嫌そうに日本人の顔を見ると、日本人は言った。これは携帯電話なんですよ。皮膚の下に埋め込んでいるんですよ。ロシア人は自分だけ何も持っていないのが悔しかったのか、トイレに駆け込んだ。しばらくしてロシア人は戻ってきた。しかしなぜかロシア人の尻の間にはトイレットペーパーの切れ端が挟まっていた。アメリカ人と日本人はそれを見てびっくりした。するとロシア人はこう言った。おっと、ファックスが来たみたいだ。ある大学で教授が女性と A に、適当な条件下で大きさが通常の6倍になる体の器官を上げてください、その時の条件も言ってくださいと質問をした。指名された女性と A は顔を真っ赤にしながら冷ややかに、これは適切な質問ではありません、この件は発行に告発しますと答えた。しかし教授は平然としたまま別の生徒に同じ質問を繰り返した。次の女性と B は落ち着いて答えた。目の中の瞳です、暗いと大きくなります。正解です。それから A さんには言いたいことが3つありますと教授は続ける。1つ、授業は真面目に聞きなさい。2つ、あなたの心は汚れています。3つ、6倍になるなんて思っていたらいつの日か本当にがっかりする日が来ます。おい、まだかよ。女房の背中に向かっていった。女というやつは支度に時間がかかる。そんなに急ぐことないでしょ。ほら翔ちゃん、バタバタしないな。確かに女房の言う通りだが、せっかちは俺の性分だから仕方がない。俺は背広のポケットからタバコを取り出し火をつけた。いきなりでお父さんとお母さんびっくりしないかしら。孫の顔を見たとたん笑顔になるさ。横になっている息子を眺めていった。お待たせ、いいわよ。あら、どうした。あなた、ここ。女房が俺の首元を指さすので触ってみた。あ、忘れてた。せっかちな上に誘ったシーンだから。女房は俺の首周りを整えながら、愛してます、独り言のように言った。なんだよ、いきなり。いいじゃない、夫婦なんだから。女房は下を向いたまま照れているようだ。そうか、俺も愛してるよ。こんなにはっきり言ったのは何年ぶりだろう。少し気恥ずかしかったが気分は悪くない。俺は女房の手を握った。じゃあ行くか。ええ。俺は足元の台を蹴った。